はい、ええ、三千六百三十一回始めます。二千二十四年十一月八日金曜日、入ったところです。はい、えー、今年じゃね、今夜は。ちょっとね。風邪、風もらったんで、家族から。風邪うされたんでね、ちょっときついですよ。うん。あの、ロキソニンは持ってきてるんですけど。ね、まだ使わないで。辛くなったらロキ、ロキソニン飲もうかと思います。えー。うん。 いや寒いよ、肺ねストーブ2つつけてたらねちょっと暑くて1つにしたら寒い、2つにしたら暑いっていうねはい感じです、えーっと。読売新聞からですねこれは外国人同士のトラブルだね、これどんなトラブルだか分かんないけど、まあとにかく外国人増えちゃったね、日本お年寄りも増えたけどねあの外国人も増えちゃってね、これ外国人同士のトラブルよ。うんえー、群馬県伊勢崎市の民家で の敷地で血を流した男性死亡墓地には切り傷を負った男性そんでまた別のところね軽乗用車には重傷の2人っていうことで何があったのか全然分かんないんだけど11月3日報道されてますね読売新聞で11月3日午前1時20分ごろ深夜ですよ群馬県伊勢崎市のアパートで、えー、外国籍で揉め事 揉めていると外国籍の方が揉めていると近隣住民から百1番があったと伊勢崎市のアパートで外国語で揉めてるか外国語で揉めてると、ね、あの近所の人から百1番があったと伊勢崎署員が駆けつけたところ、えー、近くの民家の敷地でインドネシア国籍の住所職業不詳アブドゥルロ・ロフマンさん、えー、37歳が血を流して倒れてたと。 民家の近く近所の民家の近くでこの37歳のインドネシアの男の人が血を流して倒れているのが見つかり搬送先の病院で死亡が確認されたと、うん、背中や腕に刃物によるとみられる傷が複数あることから殺人事件として調べているということですね発表によるとこのアパートから、えー、なんと約2 0 0のにあるお墓ではインドネシア国籍ね同じインドネシア国籍の えー、住所・職業不詳の男性24歳が肩,肩に切り傷などを負っていたということでこ近くのお墓では24歳の男がこっちも切り傷などを負って倒れていたとお墓のところでねさらにアパートの西約1キロでは駐車場に止まった軽乗用車の車内で重傷と外国人と見られる男2人が見つかり、えー、関連を調べていると。 いうことでアパートの近くに住む20歳代の男性はうーっとね、ね痛がっているような男の人の声が、えー、聞こえたと小さい子供がいるので犯人が捕まらないと心配だと言ってるっていうことですね、これ、同じ今、読売新聞だけど FNN でも同じことを報道してますね、時間がもう午前1時20分ぐらい、今ぐらいの時間ですよ、ね深夜、ね揉めるのはだいたい深夜よ、うん、事件が起こるのは。 あの夜っていうと人間ね理性より本能の方が強くなるから明らかにねあのまあ認知症の方なんか見てればはっきりするよあ,のあとまあ男もそうよね夜ねあのいやらしくなってムラムラっときて事件起こすよねわいせつ事案とかねだから夜なのよ人間ねあの本性が出るのはうん明らかに私の分析だと <laughs> あのだから私夜好きなのよ あの理性がなくなってね本能のままに <laughs> っていうの私夜大好きなのよ本当でもそれはあるよ、うん、人間ねやっぱ昼間のはね昼間の顔してるんだけど夜になるとねガラッと変わる人いるから、うん、特に男 <laughs> あの理性がね失われていくんだよだから夜はねあの面白いんですよ生きてて、うん、私だから夜起きてた方が面白いう,ん、うんとそう,そうまあこれねとにかくまあその うん、まあ FNN でも同じだね、うん、まずアパートの近くの民家で、うん、もう1人死んでた37歳の人が死んでたとそんでそのアパートから近くのお墓で1人ね27 24歳だったかな同じインドネシア国籍の人が倒れてたと血を流して切り傷を負って。 そんでさらにもうちょっと近い1キロぐらい離れたところでは男性2人も車の中でまあ切り傷を負った状態でうん車の中にいたということ合計4人が傷を負っているんだねこれ2人はインドネシア国籍って書いてあるけど残り2人この軽乗用車の2人が何人だか分かんないけどおそらくインドネシア国籍なんでしょだからみんな4人とも傷を負った4人ともインドネシア国籍なんだと思う私まあ他のね事件とかの時も言ってるけど あと他のね回でも言ったけどあのまあ日本にいる外国人ねネパール人社会とか韓国人社会とかねインドネシア人社会とかやっぱりつるむんですよあのまあ日本人もね例えば外国行ったら日本人同士でやっぱりつるんだりしますよなんだけど、うん、私も経験あるけどね外国とか私行くじゃないですか例えばちょっとやっぱ日本語とかね懐かしくなってあのしゃべるんですようん。 で日本人と一緒にね、まあ、あの旅は道連れじゃないけど一緒に飲みに行ったり食べたりするんだけどそのやっぱりね同胞同胞の中でけ、まあ、喧嘩とかもめ事とかあるんだよね。うん、でお金がある人はお金がない人を騙してみたりあの詐欺してみたり騙したりあと、ね、力ずくで奪い取ろうとしてみたりってことあるの。うん だから日本社会における外国人コミュニティの中でもやっぱり揉め事っていうのはねやっぱり同胞同士であるよね。これなんか典型例だよね。あの日本にいるインドネシア人コミュニティの中でやっぱり揉め事ねあってあのこういうことになったということですよ。ね、あの意外に内ち揉めっていうの同胞同士の揉め事、ね。日本にいるベトナム人コミュニティの中ではベトナム人同士で揉めて結構殺し合いとかねあ,のあるし。 ね、インドネシア人社会でもそうネパール人社会でもそう韓国人社会でもそうあの結構ね同同胞同士ででめ事ってあるんですよだから <laughs> 私もそうだけど外国行く時とかねやっぱりあの外国行ってまあまあまあ日本人が懐かしくなってねっていうか日本語喋りたくなるんだよね日本語喋りたくなって日本人見つけるとああなんつってあの声かけてね一緒に飲みに行こうとかご飯食べに行こうとか言って つるむんだけど意外にねそのお互いに筋を分かんないもんだから、うん、ねあの相手がどういうものかお互い分かんないから、ね、やっぱり何て言うんだろう、うん、一人だと寂しいでもつるるるんんでると寂しくはななないいいけどなんかやばいみたいなねあ,るのよあのよ悪さする人とかねあのたくさんいるからで結構日本で悪さして逃げてきてる人とか結構外国に逃げてる人とかいるから。 でそういうところから結構ね、あのー、犯罪とかね、巻き込まれていく可能性あるっていうんでね、あの同胞だからって言ってね、安心はできないよということですね。はい、まあ、それだけ日本人にね、これが、が日本に外国人が増えたってことよ。うん。あのこういうね、外国人日本国内における外国人同士の揉め事、これからどんどん増えていくと思うよ。うん。要は縄張り争いみたいな感じ、縄張り争いもあるし、あと、うん。 騙騙したたされたあとやっぱり日本人日本にいるインドネシア人の社会ではやっぱりねお金があるとかないとかあるしね、うん、そんで嫉妬とかも出てくると思うしあとお金がなかったらねあの、まあ、我々日本人だったらねキャッシングするとかさ例えばな,なくなったとしてねサラ金から借りるとか親戚から借りるとかあるけど、あのー、外国人はそうはいかないからね日本にいて。 サラ金から借りることもまあ、なかなか難しいだろうし銀行から借りることも難しいだろうし親戚からって言ってもここは日本だしみたいな感じになるとやっぱりねお金の貸し借りだとかやり取りとかでねあと言った言わないとかでねやっぱり揉めたりするんですよ。うん はいこういうい事件これからねどんどんん増えていいくと思いますよこれもまあ日本はねほんとお年寄りばっかりになってねさっきお年寄りがねお年寄り刺して殺したっていう話しましたけどそういうお年寄りばっかりになってきたっていうのもあるしだからそういうね事件も増えてくるしねお年寄りにまつわる事件も増えてくるしあと外国人が増えてくると今度外国人がね犯罪を犯すとかねあと同じねあの国籍同士出身地同士のものが 揉めてね刺したり刺されたりっていうのも増えてくるだろうしということで、はい、今を象徴するねニュースだと思いましたよ、これは。はい、ということでね3631回なんか群馬県伊勢崎市群馬県も外国人多いところだから、ね、もう何,何人何人いっぱいいるからあそこも。はい こういうニュース多いね群馬県伊勢崎市でねインドネシア人同士と思われる揉め事で4人が傷を負ってるってことですねはい。終わりたいと思います詳しくは分かんないけどチャンネル登録高評価お願いします失礼します